いのおしゃべりワイドショー。皆さんこんにちは、小柳美恵です。平野さなえです。最近ね、まあよくね2人でも話してるけど、なんか変な電話とかメールとかを本当に多いよね、私も電話はそんなに感じないけど、メールはね、しょっちゅう来てる。しょっちゅう？どれくらい来てる？どんなのが来る？いや、毎日何か私と関係ないところからの、私が何かそのアクセスしたところじゃないところからは来るわよ。だから中身も見ないで全部もう削除削除、私はね、ショートメールが本当に最近もよく来るし、つい最近はあのよく来るのは、あの荷物を届けたけど、お留守だったので、こちらに連絡くださいっていうのがよくあるのよ。あれってショートメールできたから、荷物が届く予定もなかったから開かなかったけど、あれはもう完全に、それはさ、どこどこ運送会社みたいな名前があるの？ないないない、ただないの、ないの、だから開かなかったけど、あれ開いてる人絶対にいっぱいいると思う。あ、だって宅配で届、あの、申し込む人って今すっごい多いじゃない、で留守だったからって、私なんかめったにあまりね、宅配そんなに頼まないのに、それでもドキッとして、誰かもう家から送ってきたかなとかね、お友達から送ってきたかななんて、何も言わないでなんかこうお土産とか送ってくれる人もいるじゃない、たまにね、だからドキッとするし、あとね、大手の、銀行から、あなたの取引がちょっと変更になったので、こちらに連絡をくださいって、それはね、ちゃんとね、銀行名書いてあるわけ。でもショートメールだから もちろん開けなかったけど、ショートメールはね、よく変なの。あと、あなたのスマホでなんかこう、料金が発生してますとか、何か、まあ、ゲームか、ゲームとは書いてないけど、あの料金発生してます、今日中に払わないと、法的手段を取りますっていうのは何回かはね、そうするとどうすんの、もうみんながもう削除削除削除、たまたまジムだったから、こんなの、やっぱり私にも来てるって、削除削除削除、でも何回か来たり、あとは、ね、ドコモを語って来たりとかもするし、あとはね、もう一つ固定電話、固定電話は、私も、固定電話もね、結構使ってるから、つい最近ね、ここ連続してきたのはね、これ本当かどうか分かんないの、もしかしたら本当かもしれない、東京都の環境問題でアンケートを取りたいと思いますので、っていうテープが流れて、そうすると、それはすぐ切ったんだけど、アンケートってよく個人情報を引き出すためによくね、かかってくるっていうじゃない、だからもうすぐカチャッと切っちゃう。実際にさ、なんか被害に遭ったことはあるの？私はないけど、私のお友達の、お母さんが、すっごい昔なんだけど、オレオレ詐欺がちょうどね、で始めた頃、会社に就職したばっかりのお孫さんが、あの会社のカバンをね、なくして小切手が入ってると、今すぐお金がないとダメだから、おばあちゃん振り込んでって言って、友達のお母さんが、50万円だったと思うんだけど、郵便局に振り込んだの。でそれはすごいショックだったんだけど、もっと大変だったのは、結局詐欺にかかった人って、その名簿が出回ってるみたいで、今もそうだと思うんだけど、それからずっとそういうね、怪しげな電話が来て、精神的に参っちゃったっていうから。いやそう、あとはね、お友達で、これはご主人が交通事故を起こして相手の方に怪我をさせたので、今すぐあのお金が必要ですから取りに行きますみたいなことがあったんだって。で、最初から詐欺だろうなと思ったんだけど、その時の電話の内容が、ご主人の名前はもちろん、お勤め先も、役職も、それからね、車の車種と車のナンバー全部把握してた。それが怖かったって言ってた。でもそれってもうそこまでちゃんと情報がそっちに伝わっちゃってるってことだよね。だから全部調べ上げてそういう電話をかけてくる。なるほど。だから一瞬本当かなと思っちゃったって言ってたの。私さ、この間、この話しようよっていうね、ことをやってて、たまたま警察の前通ったから中に入ったのよ、そしたらさ、いっぱいこういうチラシがね、警察の中にあるわけ、あ、こうやって一応さ、みんな呼びかけてるんだと思ったの、これ見てもなんだかちょっとよくわかんないので、とにかくね、俺これ特殊詐欺のね、主要手口、一つ目がオレオレ詐欺、次が還付金詐欺、それから預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺、架空請求詐欺、これが主だった手口なんだって、で今みえさんの話だと、オレオレ詐欺じゃない、私の知り合いも
ね、うん、それはね未遂なんだけど、うん、あのもしもしって、うん、ばあちゃんってから、うん、あばあちゃんっていうのはもう孫のこの子しかいないから、うん、あ誰誰って言ったら、うん、うん、俺さバイクで事故起こしちゃってさえあれそれもどうしたの大変ね、うん、俺さバイクで事故起こしてなんか弁償しなくちゃいけないんだよとかなんか、うんうん、そパッと待てよあの子はバイク乗ってないんじゃないのってそうすぐね思って、うんうん、えあんたバイクなんか持ってたっけ、うん、なんて言ったら、うんうんうん、切れたらしいのようわだから向こうも適当に言ってくるんだわよ、ね、だから100人かけて1人でも引っかかっちゃえば、うんうん、それでお金これがさ、うん、近所に住んでるおばあちゃんとかだったから、うんうん、もし田舎にいるおばあちゃんだったら、うんその孫がバイク乗ってるかどうかなんか分かんないから本当に思っちゃう可能性あるじゃない、うん、その田舎、うん、ここにプラスね新幹線詐欺っていうのが前あったのよへ、うん、あのね都会の人は結構こういう情報がずっとこう網羅されてるから結構慎重だ、うん、ところが田舎に住んでる人っていうのは意外にそういうところは自分のところにそんなね、うん、あの詐欺の電話かかってこないとかね、うんうん、騙されるってことはないあと田舎の人は信じやすいって、うん、それで新幹線で東京駅まで1本来れる場所の人たちに電話をかけて、うん、新幹線でお金を持ってきなさい東京駅でそのお金を受け渡すっていうね新幹線詐欺それでね一番ねその新幹線詐欺でね、うん、引っかかった被害者が多かったのが新潟県っていう、ね、いや私なんとなくわかるんだけど大丈夫信じやすいそれでねその後ね新潟新幹線乗った時ね車内放送であったのあったの、新幹線でお金を、うんうんうん、なんか持ってきなさいっていう、うん、それはもう詐欺の場合が多いから、うん、気をつけてくださいっていうのがあって、クレジットカードの被害が私はあって、うん、使えなくなってたから、うん、あれと思ってたらその知らない番号からの電話で、うん、こういうところで買い物しましたか、うん、こういうところから買い物しませんでしたかっていうのがなんかあっていや記憶にないわけ、うん、それってもうほとんど、うん私アマゾンで姉のおむつとか、うん、そういうものしかその購入してないので、うん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 私の購入するものって大体その把握してるわけね、うんうん、で向こうの方が勝手にチェックしてくれて ありがたいねそれで止めてくれてたんだって、うんうん、よかったねそうだから私は知らないんだけど、うんうん、でもそれ使ったことになってるので、うん、それはこちらでちゃんとフォローして、うんうん、お金は私にだからその全額戻ってくると、うん、それ2カ所で使われてる、うん、ねそれってさ、うん、どんなとこで使われてたのなんとかの酒屋さんあ酒屋さん、うん、私が今までのその購入履歴からするとこことここはおかしいなっていう、うん、すごいねでもねそれはね、うん、ちゃんとねチェックしてくれるってねありがたいよねそれはもうありがたいわと思って、って本当にでその、うんカードを変えたのよ、うんうん、であとはさ、うんプリペイドカードに、うんうん、を買っておくれみたいなそれはもう危ないそれは危ない LINE かなんかできたのえでね知ってる記者の人、うん、だから電話交換してるわけじゃない。それは、ねうん、それで、うん、ところがその絶対その女性なんだけどさ、うん、名前、うん、女性は私よりも年下だから、うん、そんなそのタメ口を聞くような間柄じゃない、うんうん、なのに、うん、あ元気とか、うん、なんかそういうほらタメ口で、うん、悪いんだけどなんとかなんとか6万円分なんとかして、うん、でどこどこ行って3万円の2枚欲しいんだよね、うん、みたいな、うん、そんな口調でこう書いてきてたの、うん、えなんで私がこの人にお金その送んなきゃいけない何かってあったっけと思って、うん、一瞬ドキッとしたんだけど、うんうん、と思ってその人に確認したの、うん、こんなのがあるんだけど、うん、なんかこれメールもらいましあの送りましたって言ったら、うんそれは全然違います。もうね、私の名前で、なんかそういうのが、あちこちにね、やってるらしいから、うん、それはもう無視してくださいって言われて、それはね、そうなんだと思って、うん、私そんなの買ったことないんだけど、うん、みんななんかよくそのプリペイドカードとかなんとかって、うん、危ない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 。そうだよね。うん、もう一番危ない、うんうん。私の知り合いの中で一番大きいのは、うん、お金当然戻ってこないんだけど、息子の名前を多分語られていて、うんうん、で、数百万円取られちゃった。すっごい怒ってたその息子が息子がだお母さんをそうやって年寄りを騙してね、うんうん、お金を取るなんて何事だと、うん、だからもうこういうのってね罪を重くしないと、うん、あの何回も繰り返されるから
もう例えばオレオレ詐欺やったら死刑とかになったらさ、例えばよそういうぐらい重い刑にしないと。だからこの前カンボジアでいっぱい捕まったじゃない、うん、かけ子の人たちが、うん、その前は、タイでも捕まってるじゃない、うん、何百万も取られちゃったのよ、うん、もうさ腹が煮えっくり返るよね、うん、腹割った。皆さんチャンネル登録と高評価そしてコメントもよろしくお願いいたします。